ばんは。お疲れ様です。皆様、お疲れ様でした。見たく。お疲れ様でした。二人配信でございます。年越し配信です。虎からウサギだよん。虎からウサギだよん。投票は気にしないでください。なんともないです。今日はね、なんとなんと大晦日なんですね。年女終わっちゃうよ。アンケート内容は特にありません。ふふふ。あれ31日ですよね。今日は晦日なんです。今一瞬あれ31日じゃないと思っちゃった。え、もうやめてくださいよ。やめてくださいよ。ちょっと焦っちゃったよ。え、ループしてる？ということでね、年越しそばを準備した。投票はね、なんのあれもないよ。書いとこうか。一回写真撮っていい？一回写真撮るわ。投稿するようで。これで今年は2022年ありがとうございましたって投稿しよう。大変お世話になりました。
よし。よし、そば食べよう、そば。後乗せサクサク天ぷら、えい、うん、どん兵衛さん、じゃん。かき揚げいただきます。しよう、年越しそばって。でも年越してる前に食べるよね。いただきます。やばい、7分で食べなきゃねえ。見て、あ、誕生日、え、おめでとう、喜一郎さん、おめでとう。さやましの1年、2023年にしようね。さっき食べた。皆さんじゃあ早めに食べてますね。全然うまく割れんかったし、しかもなんかあの針みたいなのがなんか刺さる、やだ。よし、いただきます。開く、お菓子みたい。混ぜるの忘れてた。種類につけなきゃね。お菓子みたいになっちゃった。これなんかロケで写真撮る、写真じゃない、なんかあのロケのとなんか写真撮る時のやつ。うん、あく、うん、おいしい、おいしい。
大晦日だよ。やばい、あと3分なんだけど。皆様、今年も大変お世話になりました。1月から12月までね、たくさんのこと、新しいこともたくさんさせてもらいまして、大変楽しい時間を過ごしました。まあ、いつだってやっぱり皆さんがいつでもいてくれて、だからこそ頑張れたこともたくさんありましたので、とてもとても感謝しております。2023年ももっと楽しく楽しく過ごして、もっといろんな景色を見ていけたらいいなって思います。本当にこの1年いろいろあれど楽しい時間をありがとうございました。なので年越ししたのはやっぱり年越し配信したのはやっぱりこの2022年最後と一番最後と、あと2022年最後の時間と、あと2023年最初の時間を一緒に過ごしたいなと思って、それを一番最後と一番最初に過ごした人としていたいなと思いまして、年越し配信しました。というわけであと20秒あと15秒あと10秒本当にこんなカウントダウン慣れない。あと5秒前、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、いやー、え、今2023年え、今2023年やばい、明けましておめでとうございます。やばい、やばいね。待って、ツイートしたいんだけど、ね、間に合うかな。ツイートできた。やばい、走り書きすぎて。走り書きすぎてやばい。もしかしたら STU で一番最初かもしれん。一番最初説あるよこれ。
違うわ違うわ、全然違うわ。ゆらちゃんとサラピラ、あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、2023年もよろしくお願いします。あ、そうですね、今年初いいねください。今年初いいねください。今年1いいねください。今年はね、画像がないです。どうしましょうね。さっき撮ったの、あ、さっき撮ったのはあるよ。これは後ででいいや。いいね、ありがとう。初自撮り、確かに初自撮り重要。公園や公園、今日公園あるからね。嬉しい。今年初会うアイドル誰ですか？今年初会うアイドル、私ですか？配信だったら絶対私ですよ。今絶対私だよ、今見てる人は。嬉しい。嬉しい。やった。やった。やった。そうだよね、もう来年もよろしくお願いしますじゃなくてね、今年もよろしくお願いしますに なるよね。私来年もよろしくお願いしますって言ったっけ？多分言ったよ、メールで。布を拭こう。うん。布してるの。二窓だと？サーヤン押すしかないやん、書いてあるのに。ショールーム配信、そう、ショールーム配信。玉ねぎ、玉ねぎ元気ですよ。でもね、ちょっと今日じゃなくて明日にするわ。玉ねぎスープ。
年初リプサイアンです。いいね。皆さん初リプは誰ですか？皆さんの今年の初リプは？ほう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 。ほうほう。そうだね、まだしてない方はね、した方がいいと思う。した方がいいと思うよ。そう、今年初がいい。した方がいいと思うよ。使えなくなった。そんなのあるの？まだそば食べてる。そう、ちょっと食べ始めるのがね、みんなとあれ配信しようと思ってから、食べようと思ってから。本当に初リプサインだった。やったー、やったあれ、本当だ。なんでこんなお正月の背景じゃない？これからもよろしくね。何これ、ショールームアワードのやつかな、もしかして。これからも配信頑張ってとかさ、いつも楽しみにしてますとか書いてあるもんね。ショールームアワードのやつだよね。ありゃ、嬉しいね、そう言ってもらえると。ちょうど3周年。あ、今日がちょうど3周年。あ、コメントやった。初コメント、え、あ、本当？私今日3周年なの？え、え、あ、私が投票しとけんか。はい。どうなった？あれ、変わらん。僅差すごっ。変わる？今日3周年な、びっくりー。変わらんね。え、じゃあ私あれ、もうあれないん？明嫁の背景。
私も今年明けまの明けおめの背景ない。続くか、しばらく続くかな、ちょっと一瞬思っちゃった。おいしい。あ、そういうことか。今日誕生日おめでとう、みつるんさん。ハッピーバースデー。サーヤン推しの1年と、とてもん素敵な2023年にしよう。1月1日すごい日に生まれたね。すごいね。そうなんす。確かに忘れないかも。いくら私が誕生日忘れやすい人やけど、いくら私でも。そう、なんかね、1が3個あるからねって言われて覚えても、ちょっと待って、1月11日か11月1日かどっちってなる。お年玉もらったことない。そうなん。それはそっちの方が来るんですか、誕生日プレゼントよりじゃなくてお年玉より。そう、自分の誕生日でさえも危ういからね。複雑。へえ。あれだね、クリスマスと一緒のやつやん。クリスマスと誕生日近かったら一緒になるみたいな。大晦日生まれはクリスマスとお正月が一緒。トリプル？待って、それもさ、ちょっと大晦日、大晦日生まれ、あれだね、トリプル。トリプル、やばい、お腹なる、めっちゃ。へえ。あ、トリプルっていうか3分の1。そう、そういう風に言うのね。他にアイスだったら嬉しいけど、確かに大晦日にケーキ食べないかも。
あれ誕生日の人いる。ゆういちにゃんさん、おめでとう。ハッピーバースデー。サーヤン推しの1年と、いい2023年にしよう。意外と多い。どうしたね、すごい。大晦日生まれ1人と元旦生まれ2人。本当に珍しい、珍しいよね。確かに明けおメールは、明けおメールは後で送るね。いいないいな、あ、ケーキあるんだ、よかったね。確かにな、明けおメール、明けおメールはあれですかね、1月1日って、1月からメール取り始めた方に届く。今日メールは私次第です。今から送ったら届くと思う。おはようメールとは別に。そう、メールをリニューアルしてちょっと違う風にしようと思ってる。そうだね、今から登録したら届くよ。そう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 、この夜中にね届くのは今日だけかな。他は結構絶対にね、23時、遅くて23時ぐらいかな、22時ぐらいやけど。今登録セーブ間に合います。あ、明けおめことよろリニューアル、明けおめです。そう、内容、タイトル変えたいんですよね。特に ヤンメール。さあヤンよりか、ヤンメール。写真とかはあれ固定っていうか、いつも通りで。いやね。やばい。やばい。そう、返信がね、サーヤン A だからサーヤンよりにしようかな。どうするか。
サーヤンより。待って本当に。そう気軽にね送るから、これからはあ、返信のタグは変わんないです。私のタイトルだけ買うだけ、私のメールのタイトルだけ。これこれ食べてるよ。年越しそば食べてる。これはね、ちゃんとマンゴージュースですよ。ちゃんとマンゴージュース。そうだね。
どうしよう、何時までしよっかな、決めてなかったけど。無理のない程度にそうしようと思います。寝そう、絶対寝そうだよね、みんな起きてる方は多分起きてると思うけど、本当にお疲れ様でございます。なんか2期生の LINE に来てた、明けおめって。そう、私がね、ちょっと皆さんのことをね寝かさないという強行突破しだしたから、ごめんよ、それはごめんよ。だって私が配信したらさ、見るよね。それはごめんよ。でもやっぱり2022最後と2023最初はさ、やっぱり、うん、過ごしたかったよね。今日私めっちゃあれかも、デレヤンかもしれない、デレヤンデレヤンかもしれない。デレヤンだ今日私。気づいてた、私今日出るやん。そう、いつもはいつも暑いやんいつもは暑いやんです。ありがとう。いや本当に、てか私ね思ったんですよやばいやばいやばいもうやだ本当に、どうしよう。本当にさ、あのツイッターなんですけど、ツイッターにあのカウントダウンのツイートしたんですよ、一番最後ので。それになんか31個の質問に答えますって言ったけど、多分私がリプランにどうぞって書いてなかったから、誰一人としてあの質問してくれなくて、なんかどうしようって思ってたいや本当に誰一人として、あの本当に誰も、なんかみんなお疲れとか、なんか今年もありがとうとか、いや全然嬉しいんだけど、そのコメントでも、でも誰一人として本当に企画、あの質問してくれんかった。そう、本当はそうリプランにどうぞって感じだったん
でもそう、なんかなぜかみんなはそう、なんかいつ募集したみたいな、いつの間にかオッケーみたいな感じで、そう、しかも全部それを許してるっていうね、みんな、いつ応募したん、いいけどみたいな、あ、そういうことね、そう。あ、メールにすると思った、そう、優しい世界と思ったけど、私どうしよっか、あ、内心焦ってた。そうなんですよ、もう甘やかしてくれるんで、みんなが結局さ、でもこれからまたあのカウントダウンのツイッターにあれ質問するのもあれよね、やけんまたもう一個質問、ここに質問どうぞってツイートしようかなって思ったりした。本当はあのツイートした後全然誰も質問の返信なくて、あの点点点質問くださいってなんかツイートしようかなって思ってた。でもどうしようと思って。そう、あの点点点。そう、私的にはそう、そう、一箇所にまとめたいの、そうそう、あの質問ください。そう、すれ違い、盛大なすれ違いが起きてた。みんなが本当にいつ募集したのって感じだった。本当に3時1個答えますシーンみたいな。私がね、あのね、ちゃんと言わんかったけんやけどさ、ちょっと面白い。31個答えます、ドヤからのシーン。どうしようかな。明けましておめでとうの、あの明日朝ぐらいにあのツイートして、それに質問どうぞって書こうかな。え、質問ない？え、質問ありますか？あれよね。え、もはやよね。え、もはやないかね。え、もうさ、え、もはやないかね。え、もはやさ、もう特にもうないよね。え、ある？え、ちょっ、いや、本当にそう、いつもさ、てかさ、配信とかでさ、もうさ、聞けるじゃん、もはや。つつつ。え、ある？まあ、あったら、まあ、あったら、まあ、あの、質問してください。待って、え、これ本物？明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします。本物？これ、え、サラピ？本物？びっくりしたんだけど。嬉しい。え、なんでなんで？みんなのあれ回っとるん？あちこちに出没してる。あ、そうなんだ。なんでなんで？なんでなんで？なんか珍しい。珍しいね。挨拶回りしてんだね。ありがとう。
ありが豚骨ラーメン。あ、ではまた明日って。また明日。ちゃんと別れの挨拶もしてくれました。公園楽しみ、公園楽しみ。あ、今日やった。明日じゃなくて今日やった挨拶回りありがとうございます。あけましておめでとうございます。なんか同じさ文の人いる同じ文の人びっくりした今。全然違う人やけど同じ文の人。あ、配信も見てるの。へえ、そういうことね。へえ、また今日ですね。ほんとね、花だれ公園はさ、何ヶ月ぶり ?2 ヶ月とかさ、3ヶ月ぶりとかそんな感じよ。メール取り始めましたって。あら、ありがとうございます。嬉しい。後で送るね。しかもね、そう、あのね、レッスンもね参加できなかったんだよね。後で確認しなきゃ。おはよう、おはようなの。配信は1時には終わりますね。あ、生誕祭待ってます。前回いつが最後？5回ね。5回ね。もしかして10月15日、南さんの生誕祭が最後あったかな。そうそうそう。私はいい感じです。1日から公演があって、でその来週には生誕祭がある。で、次にチャートリがある。いい感じ。6はね、サンリオとのコラボのライブがある。で、22にツアーファイナルがあって、で次の土曜日に沖縄ツアーです。そんな感じです。楽しみ。
私もね、今月もよろしくお願いします。あら、着なくなっちゃった。初生誕祭そうですね、2階、あ、そっか、2階があるのか、生誕祭2階。あ、ありがとうそうか、そうだね、これからどんな一年になるんだろうな。生徒数外れて、あら、え、トレードも外れましたか。初詣混んでた。へえ、初詣行ったことない。1.5 階席。2階は4列ある。ふむふむ、トレードもあれやったか。初詣行ったことない。トレード外れました。もう一回あるんかね、トレードって。なんか私あんまりあれだけど、あ、愛知村からありがとう、来てくれて。え、何どうなってるこれ。まだ出ればある。ほうほうほう。9列目まで接しと。あ、そうなの。もうない、ちょっと厳しい。そっか、そっか。ありがとう、嬉しいですさあ、生誕ね。そう、誰かが行けなくなっちゃったらトレードが出るって感じか。へえ、そっかそっか。魂だけでもって、ありがとう、魂もらいます。でも公演前日まであったはずって。もしかしたら急に行けなくなっちゃったとかあるもんね。その急に行けなくなっちゃったのも悲しいけどねそっか。いや、ほんと、なんと言ったらいいのか。魂ください魂くれる方は。今ね、そう、公園トレードあるんですよ。やっぱ急に公園なくなったりとか。でも生誕祭、うん、ファンの方であふれる配信の前も会場もサイアンファンであふれるのがやっぱその日しかないんで、うん、確かに赤と黄色で埋めたいですね。推しカメラ苦手ではない、苦手ではないっていうか、今まで推しカメラっていうかずっとなんか追われるみたいなのはなかったですね。追えきれんかったと思う今まで。なんか僕隊とか、僕恋はあれやけど、僕隊とかもなんかね、ちょっと多分
取りにくかったと思う。そうそう、立ち位置的になんか私の僕隊はほぼなんか上手の端っこの3列目か下手の端っこの3列目とかだったんでね。そうだね、昼の部の沖さんの生誕祭で会場の感じとかカメラの位置とか分かる感じだね。まあでも生誕祭とはいえどやっぱりいろんなメンバーが映った方が皆さん楽しい。そう、初めての会場なんで、なんか初めての会場っていうかなんかそういうの多い。あ、そうなの、嬉しい。私を探してくれてありがとう。明けおめです。そうそうそう、クリスマスコンサートがあった会場の横らしい。推しカメラしてね。ちょっとみんなには全員にレスとかできないかもしれんけど、する思いでしますね。2期3周年と同じ会場の、あ、そうですよね。なんかでもなんかホールが違うんよね。でね、でも向かい合わせなの、チケットの買い方わかんない。なんかね、あ、でも公式サイト見たら URL があるよ。もうね、生誕祭のやつはね過ぎちゃったけど、受付は。でもまたあると思うから。そう、2期の3周年このそのホールの大きい方のホールの方はね、もうなんか全体的にすごいファンの方からもメンバーからも見やすかった説あります。だからすごく楽しみです。はじめまして、はじめまして。諸説あります。諸説ある。生誕祭初めてペンライト2本必須。うん、2本あったらすぐ見つけられますね。2回ってどんな感じ、確かにどんな感じなんだろう。段差がある、そう、なんかね一個一個段差がある感じなんですよ。だから見やすいんじゃないかなって思いますね。そうそうそう、赤と黄色です。ピョ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 ピャ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 。そろそろ終わりますね、私。
今年の抱負言ってない。今年の抱負は自分を超える。自分を超える。自分の今までの自分と自分の可能性と全てを超える。ああ、身長も伸ばしたいですね。できれば足を伸ばしたいですね。そう、新高尾。可能性は無限大。限界突破。そうだよ。今のままで100点って、いや、ありがとう、嬉しい。でも私思ったんですよ、なんかね、なんかそう、紅白とか歌番組見ててさ、なんか皆さんすごくて、皆さんすごすぎて、やっぱすごいなと思って、自分まだまだやなと思って、そう、自分って まだまだやと思ったんで、そう、それを超えていこうって思います。そう思ったの今日。うん、気づけてよかった。まだ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 だよって。うん、でもそんなことないよとか、そうやって励ましてくれるのも嬉しいよ。投票関係ないよ。うん、ありがとう。そう、自己肯定感ね、上げてかなきゃね。いや本当に、でもみんなのおかげで本当に上がってる。時々ね、やっぱりまだあるんですけど、自分をなんか攻めちゃうとき、いまだにやっぱ時々出てくるんですけど、まあでもやっぱりファンの方がいるから、次の日からは切り替えて頑張れてますよ。そうそう、ありがとうございます。そう、あ、新参者
いや本当にあんたありがとう。はい、さ、自信とはね、うん、自分を信じることであり人を信じることであり、みんなを信じることなんだと。そしてますね、奥ゆかしい、奥ゆかしいですか。奥ゆかしいってなんかね、なんかね、なんか言おうとしたけど とりあえずそう、自分はまだまだだと思えることでさ、思うことで、気づけてよかったです。そんなにそう過信とかしてないんだけど、あとなんか野心の話とかもまた今度しようかなって思います。野心の話、ああ人のせいにね、そうです、野心について、いい意味のね、いい意味のちょっとそう言霊だね、言霊。いや本当に本当に皆さん、皆さん、ファンのみんながいてくれて本当によかった。だからなんで私こんなフードかぶっとん、ずっと今気づいたわ、今気づいたわ、なんでかね。というわけで、いや本当にみんなに出会えて本当によかった。本当によかった。皆さんですからね、本当にずっと応援してくれてる方の存在もすごく大事だし、新しく応援してくれる方もね、みんな大切です。もうとりあえず私のことを応援してくれてるみんなのこと大切、大切に思う。うん、だからそう、
というわけで終わります。ありがとうございました。おやすみ。寝てください。やっと私が配信しとうけん寝れんかったかもしれん。やっと寝てください。ありがとね。いや本当にお疲れ様でした。本当にこの1週間本当にお疲れ様です。これからもよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。またねん。バイバイ。あ、今年もちゃんと推しメンで、ずっと推しメンでお願いします。今年も推しメンでですよね。推しメンですよね。今年もね。そうだと思う。そうだと思う。これから今年もね、たくさんいろんなことが変わっていってもさ、ずっとまあサーヤンは推しメンだと思ってください。私も応援してくれるみんなのことずっと大切に思ってずっと味方でいるので、バイバーイ。